たちは博多を盛り上げたい YouTuber。 ペボタル、キャップが入るわけないじゃないですか。でも僕らさっきのキャップが入っちゃった。驚いてもらったね、よかったね。よかったね、驚いてもらえて。博多の救世主。ライターで、ちょっと炙ってやるのね。すると、この熱でくにゃくにゃになって、ちょっと曲がってるように見える。うん、あなたのパワーをかけて曲げていく。え、なになに？怖い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 。熱くなってきてる。怖い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 。練習したから。すごい。ほら、パワーを。ほらすげえ。お、すごい。すごい。でも金属やけど元に戻すな。そういう時は振るだけ。ふってすなんか戻ったように見えるし。練習したから。すげえ、はい。俺にも教えてくださいよそれ。すげえ柔らかくなったり、やってみます。すぐ教えてます。これ持ってて炙るでしょ。熱い、熱くない、熱くないね。じゃあ曲がります。すごいできるやん。本当に教えて教えて。曲がってないよね。曲がっとって。曲がっとなんて。曲がっと曲がっと。じゃあ曲がっとったらチャンネル登録してよ、広めといてよ。曲がりようやん。曲がってない。なんで気づかんと。全然曲がってない。あ、待って。マジすごい。やるやん。俺でもこれライター曲げきらんよ。すごいやん。負けた負けた。やるやん。教えて。すごい。やばい。なんでこっち集中するやん。こっちはこれ曲がる気やから。ほらね、でも一瞬で元に戻るね。死んで、ふってすると元に戻るね。で、持って、握って。うわ、すごっ。俺よりもねじれっと、ねじれとうやん。やばすごい、俺よりすごい。すごいね。ありがとうございます。硬いってけど。ね、いや、ほんで硬い。ありがとうございます。ありがとうございます。関わるみんなが幸せになる梅光企画。君の